俺の区間は AWM。はい、どうも、それです。今回はですね、まあ、本日アップデートで、さらにね、まあ、いろいろ追加されてますので、それについてまとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけで、やっていくわけなんですけれど、まあ、実装されてますのが、まあ、イベントの方を見ていきましょう。一つ追加されてます。それが、まあ、この60金券チャージのイベントの方ですね。累計60金券チャージで、かける12って。かける12ってこれどういうことっすか？どういうこと？ね、どう見てもこれ720金券の価値はないと思うけどね。うん。7つのアイテムに。まあ、トレーニング勲章4つでしょ。まあ、4つで、まあ、ガチャ2回なんで、120金券かけるの2回で240金券でしょ。まあ、トレーニングポイントを換算すると360ポイントで、100上げる、レベル1上げるごとに、まあ、100金券なんで、イコール、ポイント100イコール100金券っていう風に考えると、トレーニングポイント360ポイントで、まあ、360金券でしょ。足して600金券でしょ。ということは、まあ、かける12やったら720金券なんで、残り120金券の価値が、オレンジチップ2枚、ブルーチップ2枚、ゴールデンピース1枚に、まあ、あるっていう計算で、まあ、これ作ってるわけですよね。いや、どう考えてもない。どう考えてもないんだよな。うん、皆さんどう思います？俺は、どう考えても、720金券の価値はないと思うね。まあ、240金券だったら分からなくもないですけどね。まあ、でもガチャの方って最近、トレーニング物資って、まあ、無料で引けますし、まあ、他の120金券のガチャと比べると、確率も低いんで 2.3% と、まあ、ないよ。うん、正直。120金券の価値も。まあ、せいぜい80金券かな。でも、栄光勲章のガチャでさえ、今ね、無料できるんで、まあ、80金券の価値もないよね。補給勲章ぐらいじゃない、うん、実際はまあ、120金券ぐらいですけれど、まあ、120金券でも、まあ、このログインボーナスの方ですね。課金したら、入手できるですね、このログボの方は。まあ、2倍の価値はあると思うんで、まあ、余裕のある人ってのは60金券チャージしてみるといいと思います。とりあえず、僕もね、60金券チャージしていこうかなというふうに思います。OK です。とりあえず、チャージして参りました。こちらの方ですね。最近結構その、まあ、ガチャの実装の次の日とか、コラボレーションの開始次の日とかに、まあ、こういうお得なイベントを、まあ、実装してきてることが多いですよね。まあ、それによって追加で課金させようとか、回させようっていう魂胆なのかなと思いますので、まあ、皆さんですね、まあ、コラボレーションが新しく始まったりとか、あとはガチャが新しくですね、実装された後っていうのは、3日様子見て、3日経った後回していくっていう風に、まあ、皆さんされると、まあ、損せずに回せると思うんで、こういう特典とかも活かしながら回せると思いますので、くれぐれもコラボレーションとか新しいガチャっていうのは、実装初日に回さない。数日、様子を見て回すっていう風にした方がいいと思いますね。まあ、今回も一応ですね、バイオハザードの方とか、あとは3体コラボの方とか来てまして、いろんなガチャが始まった後に、まあ、このイベントのようなものっていうのを、まあ、実装されてますので、まあ、そこら辺皆さん考えてきながら、まあ、チャージ特典とかもね、結構そういういいタイミングで実装してくること多いですから、まあ、そうやってね、考えていくといいのではないでしょうか。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなという風に思います。で、まずこちらですね、団体のペナルティのせいで団体ギャル層が減ったのか、マッチングに時間がかかるように、最初からどちらかだけ4人しかいないみたいなことが増えた気がしますと、減ったんですね。まあ、僕団体しないでわかんないですけれど、まあめんどくさいですよね。新しいペナルティで相当待たないとプレイできないっていう風になっちゃいましたから、まああの改変だと人減るというか、まあ、マッチング人数がどうやっても減っちゃいますよね。うん、団体を廃れさせたいのかわからないですけれど、まあ、そんな感じで今回はされてますよね。一時的にまあ団体の方をまあ弱くしておいて、まあ、新しいレジャーの方をさせたいみたいな、そういうのはもしかしたらあるかもしれませんね。まあ今回のレジャー結構面白いんですけれど、不備があるよね。うん、こここれじゃないとダメやろうとか、まあ、こここれだったらどうしようもないじゃんっていう、まあ、その調整ミスっていうのが否めなくて、まあ、そこのデバッグとか、あとは調整ミスの指摘っていうのをユーザーにさせたいがために、まあ、団体っていうのをまあ弱体化させているっていう、まあ、無理やりその新しいコラボレーションのレジャーに向かわせるために、まあ、今回はさせているっていう、そういう側面は結構でかいと思いますね。まあ、割とルール的に言うと、まあ、エペにですね、まあ、寄せた感じのまあルールになってましたけれど、まあ、今後はあっちの方をまあうまくですね、調整していって、エーペックスの代わりにこっちをしてね、みたいな風にしていきたいんでしょうね。まあ、コラボレーションのレジャーという体で実装しておいて、まあ、常設してきそうな、まあ、そんな感じは今回のやつあると思います。で、次ですね。嵐にはサッカー場あるし、東京マップには野球場あるし、バットフルモーションあるし、もしかしたらと、まあ、プロ野球選手のね、コラボレーション来るじゃないのっていう、まあ、やつに対するコメントですよね。まあ、その経費のかける部分っていうのを、もしかしたら今後は変えていくっていう、例えばそのプロ野球選手とかで、まあ、こういうことやってますよっていう風に公言されている方って、まあ、いらっしゃって、あのアンケートの方にも一部載っていたんですけれど、まあ、そういう選手とかを、まあ、起用してですね、それでまあ、広告の方を売っていくっていう、まあ、今後はそういう風にする気なのかもしれませんね。まあ、YouTuber にまあこれ以上投資したとしても伸びしろがあんまりないっていう風に公約行動運営は踏んだのかもしれないですね。まあ、界隈に対する事情作用もないし文句ばっかり言うし、まあ、そこからそのユーザーを増やす力もないっていうわけで、ここに経費をかけるぐらいだったら、まあ、プロ野球選手とかそういうね、これからまあ伸びしろのある、まあ、インフルエンスもできる存在っていうのにお金を使った方がいいっていう風に、まあ、方向転換された結果なんでしょう。最近はまあ公認事業者辞めましたっていう動画すごい増えていたりとか、あとはチーム解散しますとか、
が増えていらっしゃると思いますよね。今まではそこにまあ公共道路運営の方もお金をかけていたんですけれど、お金出していたんですけれど、まあ出さなくなったから活動を縮小せざるを得ないっていう、まあそんな感じにされているですね、方っていうのも多くいらっしゃると思いますし、まあ、今年はそういう面でもまあ経費のところで、ね、まあ使い方ってのを変えてくるのかなっていう、まあ経費削減ってよりはまあそっちなんかなっていう、まあでも削減もするかもしれないね。うん、まあアップデートももしかしたら2週間おきではなく3週間おきになるかもしれませんし、まあそういう面におきましても、なんて言いましょうかね、経費は減らしてくるっていう、使う労力は減らして、まあよりですね、まあ低コストで公約行動を動かせるようにシフトしてくるっていうのは、まあ、もしかしたらするかもしれないです。スキンもまあ使い回し増えましたし、まあそういう面におきましても、まあ労力を軽減させて、まあ経費を減らして、まあその公約行動をよりですね、まあローコストで動かせるように、まあバグ修正のために一時的にアップデートを減らすという体で、まあ実際は経費を減らしたいっていう感じなのかなっていうふうに、まあ見ていて思いましたね。まあ公認実況者、まあ実況者に金出しても、もうこれ以上の広がりって、まあ、見えないから、まあ、見える場所に金出すっていうのは、そこは正しい選択やと思うんで、まあ、もしもそれでね、重宝されたいんだったら、まあ、重宝されるような活動っていうのを今までしてくればよかっただけであって、うん、まあ、されないってことは、まあ、それなりの、まあ、デメリットとか、まあ、リスクがあるっていうふうに思われてしまったんでしょうね。まあ、YouTuber とか実況者って、まあ、コンプライアンスを守らない傾向にあるんですよね。まあ、これは、公約行動に限った話じゃなくて、まあ、どんなその動画投稿者でもそうですよね。公約行動の案件が非常になんかブラックだとか、対応が悪いみたいなことをよくですね、バラしている YouTuber とか多いと思いますけれど、まあ、普通の芸能人とかプロ野球選手やったらわざわざそこを外に出さないんですよね。悪いことをした時に外に出してしまうような存在に、まあ、企業ってのは投資したいとは思わなくなると思うんで、そこはね、なんか、まあ、金出さなくなるっていうのはしゃあないかなと思いますね。はい。最近はね、企業案件とも結構減ってきましたしね。まあ、昔はね、脳死で企業案件振っていたっていうのもありますし、最近はまあその芸能人 YouTuber が増えてきたからこそ、まあ、一般の YouTuber に、まあ、案件振らなくなったっていうのもあるかもしれないですけれど、まあ、それ以上にバラしちゃうっていうリスクがでかすぎるんですよね。コンプライアンス守れない人が、まあ、あまりにもまあ多すぎた結果、まあ、そういう風にいろんな企業っていうのはシフトしてしまっているっていうのもまああると思います。公約行動実況者でも結構ね、バラしちゃう人ってちょいちょいいらっしゃいましたよね。もう普通に考えてダメだからね。最近で言うとね、某 YouTuber がね、いろいろコンプライアンス違反して辞めさせられたじゃないですか。まああんな感じで、まあ、あまりにもその社会常識のないインフルエンサーが多くて、そのインフルエンサーを事務所側がマネジメントする気がないっていう、もうそれがね、企業の方に完全にバレてしまってるんですよ。実際僕も事務所所属していますけれど、まあ自由ですよ。自由ですけれど、まあマネジメントできているかって言われたらできてないですし、どこの事務所もそんな感じですもんね。まあそのクリエイターの管理が全くできていないね。マネジメントもできていないね。どうやって売り出していくかっていうのも全く考えていないっていう、どこの事務所もそんな感じですので、まあそれはうまくいかんわなっていうで思いますよね。うん、まあウームとかがそういうスタイルで成功してしまった結果、まあどこの事務所もそういう風になってるっていう。ウームは結局ね、なんかその最大手のクリエイターには力を尽くすけれど、それ以外は適当みたいな風にされているでしょうね。まああれは良くないよ。で次ですね、復旧できなくてしないと、まあアカウント復旧ね、結構まあ僕思うのが、本当に困っている人のためには活用されていなくて、まあその復旧でね、なんやかんやそのしたい人がまあ得を一方的にできてしまうような、まあ、システムに現状になっているなっていう風に思うんですよね。はい。最近なんかそこら辺の話もいろいろされて相談されたんですけれど、仕様結構変わってますもんね。はい。いや仕様変わってるやんと思って。この仕様だったらさ、本当に困っている人がまあ損をしちゃうというか、わからないよねっていう、そこに対してまあ逐一ね、まあチェックして、まあ、研究している人じゃないとまあうまく活用できないし、そういう人がまあ一方的に得してしまうようなまあ仕様に現状になっちゃってるよねっていう風に思うんですよ。アカウント復旧、アカウント引き継ぎもそうですし、まあそこら辺がね、どうもなんかこのゲームはちょっとおかしいなっていう、鼻からその揉めるような構造にしてるよなっていうのはまあ見ていて思います。まあ揉めてアカウント取られてまた課金してくれるからそれでいいだろうっていう、まあそういうスタンスなんでしょうね。うん、トラブルのもとに数字を稼ぎたい、お金を稼ぎたいっていう、そういうスタンスがネットイースなんでしょう。で次ですね、なんで運営は重さに対応しようとしないんですかねと。まあ結構めんどくさいですもんね。一つのアプリの動作の軽量化っていうのはめちゃくちゃめんどくさいです。修正一つ開発するのよりもよっぽど時間かかっちゃうっていう感じに、まあそういうね、まあ軽量化ってかかっちゃうんで、どうしても。でもまあ時間もかかってしまうけれど、利益は生まれないっしょ、そんなに。既存ユーザーのまあその維持につながるだけであって、目立って大きなその利益につながらないですし、それでまあ修正したところでその修正が長続きするかどうかもわかんないから、そこに対してまあ経費を使いたくない、労力を避けたくないっていう、そういう計算のもとしないっていうのがあると思いますね。まあどうなんでしょうね、お金儲ける上ではいいですけれど、まあゲームを運用するものとしては不適格かなっていう風にまあ思いますね。だからまあ公約行動のユーザーは ATM なんですよ。お金取れればそれでいいっていう、吸い上げれればそれでいいっていうね、より ATM からお金を引き出しやすくするその要素っていうのがまあ公約行動っていう
ていうゲームなんですよ。で、次ですね。エペモバイルがよっぽどゴミじゃない限り、コアの人口はさらに減るだろうなと。まあ、そうですよね。エーペックスの方に一時的に皆さん行くでしょうね。エーペックスモバイルね。結構まあ、その3人称視点とかもあるんで、そういうの見ると、まあ、やっぱりどう考えてもエーペックスモバイルの方が、まあ、魅力的というか、ね。例えばまあ、チーターがめちゃくちゃ増えてしまったとか、まあゲームできる状況にないとか、まあそのレベルじゃなかったら、Apex モバイルってのは、まあ荒野行動から日本のユーザーを取るってことは、まあ容易にできるでしょうね。どうやったらうまくいかないんかな。まあほんとそこら辺からゲームが進行不可能になるレベルにならないと、荒野行動は勝てないっていうね。そんな感じっすよね。まあでも Apex モバイルがモバイルゲームのそのシェアを結構取れるかって言われると、微妙かな。とは思いますね、正直なところ。PUBG モバイルに多分勝てないですもんね。PUBG モバイルってね、世界目線で言うと結構やってますしね。結構すごいですし。まあ、去年のそのアクティブユーザー1位は PUBG モバイルなんですけれど、まあ、Apex の認知度よりも PUBG の方が高いんで、単純に。ですので、まあ、どうなんだろうっていう。スマートフォンゲームの派遣は Apex モバイル取れないかなっていう。パソコンでは取れても、まあ、スマホでは難しいんじゃないのっていう。まあ、というか、まあ、ガンシューティングゲームがね、まあ、コアコードみたいな派遣を取ることっていうのはまあ今後ないでしょうね。まあちょっと難しい。どうやってもそのスマホのスペックの限界ってのが来ちゃうんで難しいってのもあるし、そもそも銃撃つゲームが趣味ではないっていう人が日本のそのプレイヤー層として結構多いですから、まあそういうところを見ても、まあ、派遣は取れないかと思いますけれど、荒野行動からは取れると思います。まああとね、パソコンですでに展開されているゲームっていうのはどうやってもパソコンと比較されちゃうんですよね。いや結局これ極論パソコンでやった方が良くないっていう風になって、まあ日本でのシェアってのは広がらない。日本とかそのアジアでのシェアってのはいまいち広がらないっていう傾向にあるんで、 PUBG もそうでしょ。 PUBG モバイルも人口多いのは日本とかアジア圏ではないですもんね。まあそれがまあアジア圏のゲームプレイヤーの傾向ではあると思うんで、やっぱ派遣は取れないかな。できるとしてまあ遊戯王マスターデュエルみたいな、まあ、ゲーム性の変わらないもの、端末が変わってもゲーム性の変わらないそういうですねゲームだったら、まあワンチャン派遣取れるかもしれないんですけれど、まあそうじゃなかったらやっぱ難しい。原神とかもだってやっぱアプリストア売上上位の方いますけれど、まあ、やっぱ極論パソコンの方がいいよねみたいな。パソコンと比較すると勢力としてはかなりね、全体的な世界的な目線で言うと落ち着いてはいますので、まあ、そんな感じっすよね。はい。まあその運営会社が小銭稼ぐ上でモバイルゲームでやっていくっていうのはものすごくいい手段なんですけれど、派遣取るか取らないかって話になるとまた別になるかなっていうふうには思います。